久保田勝負に行った風クロスゴール前やったー最後は杉浦持ち上がる久保田一人で持っていく追加点は加納ゴール裏のスペース久保田速いボール入れてきた出てきチャンス大石久保田出た松井のナイスセーブ素晴らしい判定からのシュート長いボール久保田ここも追いつくダイレクトだーオンゴール最後はこれは山崎オンゴールになりましたけど今またでも加藤がいいとこ走ってるんですねこれもし、ね、オンゴール触ってなかったら加藤が触っていってっていうところでしたからそうですね、はい、加藤ダイレクトを出して持ち上がる久保田それで持っていく久保田追加点は加納ゴール久保田の最後に追加点目松井に応えますシンプルな攻撃なんですよねここで一つクッション作ってここうまく久保選手良さがいきましたよねスピード乗った状態でだ簡単になるうまく出して久保田が走る中では島津仕掛けて打ってきた島津決まった久保田から島津先制は加納島津大生は4節甲子園以来の今シーズン2ゴール目、まあ、狙いとして打ったような形がね一つ出ましたよねここで加藤選手よく粘ってこれカウンター狙ってましたんでここからスピード乗るこのプレーの挑戦者を得意する形でもありますからねクロスもこれしっかり間を速いボールで島田選手身長はあまり大きくありませんのでしっかり足元に速いボールを入れてきましたね中盤久保田、藤村、元木田、下川ツートップが島津と杉浦ラインを割っていません右サイド久保田低いボール入れてきた中に入れてきました。長谷川しました、ね。長谷川から右サイドで勝負に行った。縦クロスゴール前。やったー！最後は杉浦翔平。しっかりと右足出して決めていきました。55分金沢追加点です。状況になったと思いますね。この久保田へ。ここで仕掛ける。仕掛けてきた。ゴール前。しまったゴールだ。体ごと押し込んだ。島津来世。13節山形戦以来、今シーズン3ゴール目。変わった久保田選手、ファーストプレーですよね。ここで自分の良さを本当に発揮しましたよね。そうですね。ヘディングシュート決まった。杉浦恭平同点だ。見事ですね。この低い速いボールに対してこう合わせるだけ感覚ですよね。ある程度ボールが来た時にゴールの位置、キーパーの位置、ボールの隅へ流し込むようなね、こう感覚的な直感的なシュートですよね。はい。本当ゴールキーパーから一気にチャンスにつながる、この緊張感がありますね。まずのパスだ。ワンタッチ通った。
ダイレクト折り返し、加藤だ。いや前のです。前ですか。さあさらに島津、島津バランスを崩しながらですが右に出した、久保田打ってきた。バム上逆サイドでは加藤まで呼んでましたね。はい、呼んでいたんですけれども、久保田はシュートを選択、もうクマを越えていきました。右サイド縦に使って山根を走らせる、トップキーで跳ね中入ってくる、そして中でやるか思っているが、このシュートはポスト、久保田のシュートはポスト直前に、山根の突破からでした。